おはようございます、ほぼ日刊社長の目立ちを本日はあえて記録するということを話しております。昨日お話ししたお客様はお客様の情報を共有するミーティングに参加してきました。定量的な情報だけではなく、訂正の情報高いレベルの情報共有になると思います。しかし、残念なことにこの高い水準というのは今のメンバー、今の人たちしか共有できない。ここに新しい人が入ってきたら誰もついてこられない状況になってしまいます。ですので今この高い水準を記録してはいけないというふうに、お話してきました。また、各担当者レベルではなくて上司が、同行することにより、主観だけの情報ではなく客観情報に客観性が保たれるよう